さっき眠っておったら夢を見た。俺の颯爽たる海軍生徒の制服姿をお前にも見せてやりたかった。俺はどうしても海兵に入るぞ。まさとも入れ。入らにゃいかん。腹具合はどうじゃ。二人一緒に寝てしまうとはアイスクリームも怖いもんじゃ。早を治ってまた天保山で泳ごうや。華やく海軍生徒を持たせてやる。読んでくれ。寝ちゃいますか。自分で飲みますから。なぜ？なぜって。やせんぼ。先なら食べてもよかっていうこと。どうだ、食べてみないか。ありがとう兄さん。ん、私は改変を受けてみてご案がどうでしょう。やるか。俺はそういう程度でやめたが、お前だけは上の学校やりとも思っちゃった。はい。皆さん、新規やって、結婚を受けて帰りました。なんでもないです。お母さん、ちょっと。はい。よか。これはお母さんに頼んでやって。ありがとう。ないな。お母さん、まさとも海兵に入れちゃったもんか。海兵。はあ、海の兵学校ですよ。それでもええが。マサトさんは高等学校へ行くとはなかったから。そんなことは。マサト、俺に気兼ねすることはないぞ。俺は店の商売が自分に王将じゃ。お前は高等学校でも大学でも好きなとこ行って偉か人間になってくれにゃいか。私は軍人になりたいです。そうなんだ。お前がそう決めたんなら、それでよか。お父さんも新次郎も陸軍に召されたが、海軍は一人もなかです。お母さん、ありがとう。兄さん、ありがとう。おひもを返してくれってことをお母さんに許してもらったぞ。Thank you.